はいどうも皆さんこんにちは。 BC スウェルワイルドリフト部門の ADC 担当ビビロイヤルことフミヤチョです。本日はハジロルチャンピオン解説ということでサイオンを解説していきます。動画の最後には実践プレイ動画もあるのでぜひぜひチェックしてみてください。ハジロルではリーグオブレジェンズ入門者に向けた情報を発信中です。概要欄の再生リストからぜひチェックしてくださいね。では早速サイオンの魅力を語っていきましょう。まずサイオンの特性について説明します。サイオンは豊富な CC を兼ね備えたタンクチャンピオンです。集団戦が非常に強力でエンゲージも簡単に行えます。またウルトが優秀な逃げスキルであることやハルブレイカーとも相性がめちゃくちゃいいことからメタによってはブリッドプッシュもとっても強力なキャラクターになります。また適正レーンはトップレーンとなっております。それではスキルについて説明していきます。パッシブ名誉あるしデスした 1.5 秒後に HP が最大の状態で復活します。復活後は移動と AA のみが可能で AS が 1.75 に固定されてライフスティールが 100% 増加し AA ごとに対象の最大 HP の 10% 分の追加物理ダメージを付与します。時間経過ごとに HP が急速に減少し建物へのダメージが 60% 減少します。また復活中は全スキルが死の波動に変化します。効果は自身の移動速度を上昇させます。旧スキル破滅の斧アクティブが最大2秒間移動負荷の詠唱を行い詠唱中は徐々にこのスキルのダメージとレンジが増加します。2秒経過後か再使用時に指定方向に斧を振り下ろし範囲内の敵ユニットに物理ダメージとスローを与えます。詠唱を行って1秒間経過した場合はノックアップを付与します。詠唱が中断された場合は CD が2秒に短縮されます。また中立モンスターに対する物理ダメージは 50% 増加し敵ミニオンに対する物理ダメージは 40% 減少します。 W スキル魂の炉心パッシブが敵ユニットをキルするたびに HP が4増加します。敵チャンピオンのキルまたはアシスト大型ミニオンか大型モンスターはキル時に15増加します。アクティブは最大 HP 比例のシールドを獲得します。このスキルは3秒後に再使用可能になり6秒間シールドが残っているか再使用時にシールドが破裂して周囲の敵に魔法ダメージを与えます。 E スキル殺意の雄たけび指定方向に砲口を放ち最初に当たった敵ユニットに魔法ダメージとスロー物理防御減少 20% を与えます。このスキルが敵チャンピオン以外に当たった場合対象の敵ユニットをノックアップさせノックアップ中の敵ユニットに衝突した敵ユニットに同様のダメージとデバフ効果を与えます。ウルト指定方向へ最大8秒間突進し続けます。移動中は行動阻害が無効になります。突進中はサモナースフェルの使用が不可になります。 MS が950になるまで徐々に増加します。敵チャンピオンか壁に衝突するか再使用時に周囲の敵ニットおよびパワーに物理ダメージとノックアップを与え自身の方向にプルします。衝突地点から離れた敵ユニットにはノックアップの代わりにスローを与えます。このスキルは長距離を移動することで物理ダメージとノックアップ時間が増加していきます。スキル上げ順番は QWE となっております。基本コンボは EWQAAWRWEQAAW となっております。それでは次に立ち回りについて。レーン戦は自前の硬さで安定したレーニングを行いますがヒルプレッシャーがあるわけではありません。 Q や E を使用してハラスを交えつつファームを行いましょう。レベル6以降はガンク合わせや他レーンへのガンクもとても強力なためジャングルを呼んだり他のレーンへガンクした後にテレポートでトップへ戻りましょう。
集団戦は草むらで待ったり、後ろからウルトで奇襲をかけて敵をキャッチしましょう。味方がグループしたタイミングでは敵が固まっている場所へ突っ込み CC を与えましょう。あとは後ろにいる味方たちが敵をなぎ払ってくれるはずです。カウンターチャンピオンはアリウスやシェン、リベンなどが挙げられます。理由は Q を貯めている間に行動阻害を付与されたり、機動力があるチャンピオンが苦手です。しかし多くのチャンピオン相手に安定してレーニングが行えたり、ガンク合わせや集団戦が非常に強力なことから吐き出しピックが強力です。吐き出ししないといけない状況になったらぜひ選んでみましょう。サモナースペルはフラッシュとテレポートとなってます。初期ビルドはコラプトポーション、ビルドガイドサンファイアイーディスからスチールプレートキャップやマーキュリーブーツの靴を履きます。その後はソーンメールだったりを積んで、あとは自由枠です。アルブレイカーやフローズンハート、自然の力、乱流インオーメン、アビサルマスク、バーモグアーマーなどがおすすめです。ルーンのメインパスは不滅、ヒーストーンは不死者の悪役、サブルーンは打ち壊しと息継ぎと超成長です。サブパスは典型でビスケットデリバリーと魔法の靴を選択します。体温は育つと非常に硬く、パワー折りでも集団戦でも大活躍できるチャンピオンです。ぜひ練習してみてくださいね。それでは実践動画へ行く前にといったところで、この動画が参考になった方はチャンネル登録と高評価、ツイッターのフォローをお願いします。ワイルドリフトでも実装されたらライブ配信で使用するので、お楽しみにしていてください。それでは実践動画へゴー。サモナーズリフトへようこそ。ミニオン出撃まであと30秒。俺は何者だ。ファーストブラッド。敵を倒しました。ミニオンが出撃しました。血が足りねえ。収まらねえ。
奴は踏み潰せ。味方が倒されました。敵を倒しました。されました。貴様の殺戮の喜びをよこせ。敵を倒します。死を送るのは個人家だけだ。敵のキリングスクリーン。こいつは何の報いだ。
死にな。かぐわしい血の匂いだ。敵を倒しました。相手は誰でも構わん。殺した奴の顔なんざ忘れたぜ。静寂が応える。
敵はどこだ。この傷。味方が倒されました。味方がタワーを破壊しました。